今回は上機嫌武士道のすすめをキーワードに、水戸部稲造著随想録の中から不況なる心を素読いたします。心に太陽を、唇に歌をという言葉がありますが、私はそれにいつも明るく微笑んでを付け加え、自分なりのモットーとし、毎日毎日上機嫌で生きていこうと心がけております。とりわけ朝の上機嫌は一日を左右することになりますから、最も大事です。上機嫌は周りの人たちに伝染して行きます。一人の上機嫌で周りのみんなを上機嫌にすることができますから、一人一人が上機嫌になれば日本中を明るく上機嫌にすることも可能と思います。ただ残念ながら、今の日本人の気持ちを漢字一字で表現すれば、怒りではないかと思っています。私に限らず、日本人は皆今怒っていると思います。国内の政治、外交、経済、社会等々、また世界の情勢等、世の中の状況に対して怒っていると思います。しかし、こういう世の中だからこそ、怒りに任せて不機嫌になったり自暴自棄になってしまうのではなく、逆に自分一人だけでも上機嫌に振る舞ってゆく必要があるのではないかと思っています。そしてどんな世にあっても、夢ある人は輝いているのです。あの高杉晋作も言っております。面白くなき世を面白くと。この面白くない世の中だからこそ、自分から面白く変え、そして自主的に面白い方向に変えていかなければならないということだと思います。これこそが今日本人に求められている建設的な発想だと思います。怒りが蔓延している世の中だからこそ、自分だけは不機嫌になることなく、まして落ち込むことなく、自ら上機嫌の手本を示し、その上機嫌を周囲、そして世の中全体に伝染させて行かなければならないのだと思います。それでこそ初めて前向きで活力あふれる明るい元気な世の中を建設してゆくパワーとエネルギーが生まれてくるのだと思っています。怒りや不機嫌には、そうした前向きのパワーやエネルギーは生まれてこないのです。それでは次に、水戸部稲造著随想録の中から、不況なる心を素読いたします。読みます。不況なる心。世が日常を記して戒めとするは、何者をも憎まず、また何者をも癒しめざることなり。これ道理を重んずるがゆえにして、およそ
何者といえども道理に基づかざるはなし。世にありとしあるもの、最終はた最美を問わず、皆その存在の理由なきはあらず。されどただこれに外面無害にして、しかも内面有害に、世の心甚だこれを卑しんずるものあり、不況の心はその一つなり。たとえ人その不況十面なるに理由ありとせんも、世はすなわちその理由なるものを卑しむ。快活なるべきは各人の義務にして、またその権利なり。不況なるつらつきをなし、林浦公人の志を冷却せしめつつ、人生の愛好を歩むは罪悪なり。健全たる綿棒、改善たる微笑をもて、その友を迎えざる者は社会より追放せらるべきなり。かかるやからの恐るべきは益霊のごとし。一人不況の十面をなさば、その毒周囲の空気に感染し、その血をして小児と天使との暗挙たるに適せざらし。以上で不況なる心の素読を終わります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。